こんにちは。センター CLR のビデオメイキングアーカイブ IL2C の32回を始めたいと思います。よろしくお願いします。さて、今回はですね、前回が、バリュータイプの、バリュータイプの、フィールドにアクセスするメソッドの、IL を C のコードに変換するっていうところまでが一応できたので、なので、あとは、その構造体の定義そのものですね、これを出力するっていうのをやっていきたいと思います。で、ですね、まずこの構造体を出力するという仕組みがそもそも今現在ないんですよね。どういうことかというと、今コードを出力するのにコンバータークラスを呼び出していますね。あ、テストのみたいがいいかな。これかな。こんな感じで。クラスのそのタイプインスタンスを得て、そこからゲットメソッドでメソッドインフォを取得してますと。変換したいターゲットのメソッドのメソッドインフォを取る。そして、それをコンバータークラスのコンバートっていうメソッドにかけて、で、要するにこのメソッドですね、言い換えるとここで指定したこの取ってきたメソッド、これの IL を解析するというやり方をしているわけですよね。そうすると、コンバータっていうのはその、指定されたそのメソッドインフォに対応するその IL を解析して、でそれを C のコードとして出力するということなので、そもそもこれメソッド単位で指定するようになってるんですよ、今現状は。このコンバートメソッドというのは。で、今回やりたいのは、その対応する、その内部でアクセスするのに対応するその構造体ですね。構造体の、型宣言を多分その C の、構造体の宣言として出力するということなので、一致してないんですよね。例えばこのコンバートの中で無理やり対応する構造体の出力を出すとするじゃないですか、ソースコードとして。でそうすると、じゃあ同じく同じクラスに存在する別のメソッドを変換するたびにコンバートを呼び出すと、また同じその構造体の出力が構造体のソースコードが出てしまう、出力されてしまうかもしれないんですよね。で、それはあんまり望ましくないっていうことがあります。もうちょっと踏み込むとですね、今回の構造体の件もそうなんですけど、あとこれですね、今現在もそうなんですけど、この必要なインクルード文も出しちゃってるので、今言った話でいくと、そのメソッド1個を出すたびに、このインクルード文がバーって出ちゃうわけですよ。で、これって、実は前回ですね、メインストリーム、センター CLR のそのメインストリームでやってるビデオですね、あっちの方でその IL2C の紹介をしたんですけども、マイクロビットとアルディーノで動かすという企画で、で、あの時もですね、無理やりその全、アセンブリの中を舐めて、全部のその、メソッドをその IL からその C に変換するみたいなことをやったんですけど、結果としてですね、そのインクルード文がそのメソッドごとにバンバン出ると。で、この標準 のインクルードヘッダーってちゃんとうまくできていて、その何回インクルードされても問題ないように作られてるんですよね。これはベーシックなテクニックなんで、それ自体は難しくはないんですが、あんまり望ましいことでもないと。いうことで、これをね、どうするか、今、うまくやるか、それとも、構造体が何個も出るっていう状況をそのまま許容して、このまま進めるかっていうところですね。ちょっと迷うとこなんですが、どうしようかな。迷いますね。本当は、構造体が何度定義されても全く同じ定義であれば、確かね、エラーにはならなかったような気がするんですよ、 C のコンパイラーの方は。なんでぶっちゃけそうしてもいいような気もしてるんですけど、何しろこのコンバートメソッドがメソッドを引数に取るんで、これがちょっと気持ち悪いですよね。例えば
こう書きたいわけですよ。順当にいくとですね、コンバートのそのテキストライターを指定してテストタイプ、こんな感じ、あの型を指定する。これってこの例で言うとこのコンバーターテストという、このこいつがこのテストコードが踏まれているクラスなんですけど、こう指定できたとして、こう指定するとあの1回だけインクルード文が出て、でそれから1回だけ構造体の宣言が出力されて、そしてこの指定されたそのタイプの中に存在するすべてのメソッドが変換されて出力されるみたいな、そんな段取りにしたいところなんですよね。じゃあまずはこの例によってこういうコンバートっていうこういう口が実際にあるようにして、でここからあの段階を追って掘り下げるような感じで出力されていくようにしますか。最初はあの、ベタであの何度も同じものが出るかもしれないですけども、 そこから、まあ、あのソースコードをリファクタリングしていって、であの具合のいい感じにあの調整していくというふうにしましょうかね。はい、じゃあ、まず、まあ、本当ベタですけど、こんな感じで、これはあれですね、既存の鉱山であんまり良くないので、今実験で使ってるこれですね、ここでやりましょうか。こいつの、こうですね、既存のこのメインメソッドではなく、コンバートの、このタイプですね、これを渡してやるみたいな感じにすると、そうすると、まあ、ここだけ大量のソースコードが出てしまうかもしれないんで、テストコードは後でちょっとどちらにせよ直さなければいけないと思うんですけど、まあとりあえずこんな感じにしましょうか。じゃあ、これを満たすようなコンバートを宣言します。現状ここですね、メソッドインフォを取るコンバートあるので、まあちょっと単純にオーバーロードでもう一個パターンが増えて、で、ここに対象のタイプが指定されるみたいな、こんな感じですね。インターフェースとしてはこんな感じにしましょうかね。で、こいつは最もベタな実装はどうなるかというと、メソッドインタイプゲットメソッドで、コンバート PW の、メソッドのインデントと、こうですね、最もベタな実装は。まあちょっとついでに、ね、出力し終わったら1行ぐらい改行を挟んでもいいかもしれないですけど、こんな感じですね。で、これやると指定されたタイプの中にあるすべてのメソッドを対象にガーッと全部出力する、あの下のこのコンバートを使って出力するみたいな感じになりますね。まずこれが第一段階ですかね。で、ただこれゲットメソッドっていうあのメソッドを呼び出すとパブリックメソッドだけが対象になるので、こいつはちょっとまずいので直さないといけないですね。これを直すには引数がある方のオーバーロードを使ってバインディングフラグズというのを指定します。まずパブリックなものを抽出します。それからノンパブリックなものも抽出します。それから、スタティックなものを抽出します。今んとここれだけですね。この作業が終わったすぐ後にインスタンスメソッドの対応をするので、そうするとここのバインディングフラグズにインスタンスというのも追加しなければならなくなるんですけど、今はまだそれやってないので、パブリックかノンパブリックかスタティックかの、全てのメソッドを抽出するという感じですね。で、もうちょっと言うとですね、ここで指定されたこのタイプに定義されているメソッドだけを抽出するというのがあるので、それを指定します。
このデクレアドオンリーというのがそうですね。どういうことかというと、すべての方、まあ厳密にはすべてではないですけど、ほぼすべての方は、何らかのクラスを継承して作られてますね。構造体だと、まあバリュータイプとかオブジェクトから継承しているので、それらのクラスから、クラスというか型から継承していることになるんですが、このデクレアドオンリーをつけておくと、ここで指定されているこのタイプのインスタンスが示している型の中にだけ定義されているものを対象に抽出するようになります。まあ、これつけておくと安全ですよね。その要するに継承元で定義されているメソッドとかを抽出する心配がないので、こいつをまあつけて、念のためつけておきましょう。はい、これでパブリックなもの、ノンパブリックなもの、まあ、C シャープやられている方だと、例えばじゃあインターナルはどうなのかとか、プロテクテッドはどうなのかみたいな話になるんですけど、あの辺はノンパブリックに入りますね。ということで、この辺のものを指定して抽出しますと。もっともっと細かい条件で抽出したい場合は、これで抽出された後のこのメソッドに対して、プロパティがいろいろ定義されているので、例えば、なんだろうな、is なんとか、例えば仮想関数、仮想メソッドだったら is バーチャルみたいなのがあるので、そういうのを使ってさらにリンクで絞り込めば目的のメソッドの一覧が取得できるということですね。はい、これで定義されているすべてのメソッドに対してもうガーッと列挙して、全部それを変換して抽出するというようなコードができたはずですね、これでね。大丈夫かな、大丈夫かで、ですね、これをそのまま、今すぐ実行してガーッと盛大に出るとこを確認してみたい気に駆られるんですが、残念ながらそれをやると多分刺さって、何かというと、このテストコードは、コンバーターテストのその型の中にあるすべてのメソッドを対象にするんですよね。あ、もうこれ今使ってないので一旦外しますね。この型に対してすべての、メソッドを抽出する。それこそパブリックだろうが、ノンパブリックだろうが、スタティックなものすべてですね。そうするとこの辺の、テストコードも含まれてしまうんですよ。僕らが、今やりたいのはこれですね。こういうメソッドとか、まあ、これは構造体だから関係ないですね。これメソッドなので、これ。で、これも抽出対象になってしまいますね。パブリックでスタティックなので。で、これは抽出したい。でも、これは抽出したくない。とかいうような感じで、抽出したくないものも含めて全部変換対象になってしまうので、そうするとテストが非常にやりにくいので、ちょっともうちょっとなんとかしなきゃいけないと。そこでですね、そうだな、なんかこのテスト対象のメソッドを別のクラスに移動しますか。どうしたらいいかな。例えば、このバイトメインボディですね。これ、リファクタリングで移動できないかな。リファクター、ムーブですかね。あ、すいません。これ、リシャパの機能を使ってます。といっても、このムーブを使ったことないんですけどね。あ、選べるようですね。じゃあ、これそうだな、テストとついてないものがほぼそうだと思うんで、まあこの辺チェックを入れて、これは違うかな、これこれこれ、それかこれ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 と、まだあるかな。これもそうですね。それからこれこれ、こんなとこですかね。あと、あ、そうですね。このテスト対象の、その変換対象のメソッドの他に、その変換対象で使っている型がありますね。今回のバリュータイプでの、そのバリュータイプ自身ですね。例えばこれで言うと、アクセスバリュータイプフィールドテストタイプの対象なので、これも移動しておきましょうか。こっちもそうですね。コールスタティックメソッドテストタイプ、これもそうですね。あとはないかな。これはなんだ、
これはマックスバリューマイナス。これ何だったかな？ちょっとわかんない。後で調べましょう。このぐらいかな。このぐらいですね。あとはほぼテストの、コードなので残しておくと。で、Move members from IELTS Combat Test to Free Qualified Name。新しいそのクラスの名前を入れようと。そうですね。テストターゲット、テストターゲット、まあ、クラス。まあ、一応クラスにしとこうか。はい、こんな感じで。で、to enable undo、open all files will changes for editing。 はい。お、なんか出ましたね。conflicts were found。 usage will be broken。 access rights problem。 まあ、なんか、あれですね。自動的にできないやつがあるって言ってるんですね。まあ、構わないんで、next で。はい、できましたかね。と、まあ、なんか警告が出たんで、きっとどっかにエラーがあるのかな。ちょっとそのままビルドしてみますか。あ、ちなみに移動先のクラスはどこ行ったんですかね。ソースコードができてますね、新しく。これですね、テストターゲットクラス。これちょっと中身見てみましょうか。はい、スタティックインターナルクラス。あ、そうですか。しかもなんか、警告というか、サジェストが出てて、順番を逆にした方がいいとか言ってるのかな。まあ別にどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、合わせておきましょう。そうと。はい、インターナルスタティック。そうですね。はい。でもこれあれじゃないですか？なんか名前空間が？あれ？ なんか名前空間ないですね。いいのか？これ。ちょっと気持ち悪いので、ファイル 2C とかいう名前空間内に配置しておきますか。よいしょ。なんかエラー出てましたね、さっきね。ちょっと見てみますかね。はい、これで、これか。やっぱりそうですね。マックスバリューズマイナス5がプライベートメンバーになってるのかな。あ、そうですね。これも移動しないといけない。これまあ手動で移動しましょう。すぐそばにでも置いときますか。こんな感じで置きます。そしてこれがもういらないので外すと。これでいいかな。はい。で、リチャーパーあれですね。ちゃんとリファクタリングしたときに、この辺の無駄なキャストとかちゃんと残しといてくれてますね。はい。いい感じですね。で、こっち側はエラーは出てなさそうですね。ちょっとリージョンの後ろにクワが入っちゃったりしてますけど、まあ、取り立てて問題ないのかな。じゃあ、ちょっとビルドしてみましょう。はい。それぞれのテストコードで、クラスを、今までだとコンバータテストとか言って指定してたやつは、これ直ってないですね。これは移動先のやつに変えないといけないですね。あ、そうか。関連性わかんないから、さすがにそこまで面倒は見てくれなかったってことかな。こうか。IL2C。はい。じゃあ、こっちのそれぞれ、コンバータテストを、置き換えていきますか。よいしょ。ああ、そうか。テスト内のこれもそうですね。これは置き換わらないといけないですね。なるほど。はい。いいですね。はい。これは、メンバーに対するアクセスですかね。これも変わらないといけないですね。これもそうですね。メンバーフィールドへのアクセスですね。
これも変わる。ああ大丈夫ですね。インナークラス、インナークラスにアクセスするけど、そのインナークラスは移動してるからですね。はい、で、最後のところは私たちが今からやろうとしているコードですね。ここも、検索先のクラスは変えておかないといけないですね。大体こんな感じですかね。そうすると、もう一度見直してみると、テストターゲットクラスの中にテスト用のメソッドが全部、入っています。このコンストを作るためにわざわざ作った、プライベートな、フィールドも、ちゃんと移動してますね。そして、構造体の宣言もこっちに移動してますね。はい。はいはいはい、あそうか、今のところ問題はないですけど、これ一応スタディ、パブリックにしておきますか。ずっとパブリックの前提で話を今のところはしているので、そのうちじゃあインターナルだったらどうするのかとか、プライベートだったらどうするのかみたいなことは考えなきゃいけないんですけど、今のところはこのアクセス制限のため のスコープ演算子はパブリックしか想定してないので、まあ、ちょっと念のためパブリックにしておきましょう。あといいですよね。この辺のクラスもクラスというか構造体も全部ちゃんと移動されているので問題ない。うん、アクセスバリュータイプも、ここにあるから大丈夫。これは入したコードですね。前回やったやつですね。で、良さそうですね。これならばテストコードではなくてテスト対象のすべてのメソッドが一括で変換されるみたいな、そういう流れになるような気がしますね。今からやるのはターゲットとしてそのこのアクセスバリュータイプフィールドメソッドというメソッドを変換するした結果が正しいかどうかを確認したいのと、もう一つはこいつがアクセスする対象のその構造体の出力が正しく出力されるかみたいなことなんですよね。で、今この新たに作ったコンバートを呼び出すと、このクラスに定義されている全ての構造体と、メソッドですねが対象に変換されてしまうんで、ちょっとこのテストとしてはあまり望ましくないんですけど、一旦これで出力して内容が良さそうかどうかを見て、良さそうだったらその次のステップとして、例えば、対象とする構造体だけを出力するとか、なんかそういうような指定の仕方をコンバートに入れるべきかどうかを考えて、それで良ければ入れて、でそれを使ってテストするみたいな、そんな流れにしましょうかね。はい、じゃあこれで準備はできたはずなので、このテストを実行してみます。はい、来ましたね。で、さらに下まで移動します。で、ここのソースコードの中にすごく長くコードが入っているはず。最初は、バイトメインボディですね。それからすぐ下にやっぱりインクルードが 2回目が出てますね。最初1回目出てますけど、また出て。で、S バイトメインボディの変換が出てます。上は uint8t だけど、下は int8t なので、ちゃんと別々に出てるっていうのが分かりますね。まあ中身まで細かくは見ないですけど、で、あと s バイトとか int16 とか、まあなんかとにかくどうも全部出してそうだっていうのはこれで分かりますね。はい、でこれの内容はまだちょっと、テストコードはちょっと置いといて、まあ失敗するのは分かっているので、そのまま実行して終わらせます。で、テストエクスプローラーを開いて、で、今テスト全体に影響するリファクタリングをしたので、念のためテスト、まあ久々でもあるし、テストコードを走らせてみますか。結果は
今作ってるこれは失敗するけど他は全部成功するはず。どうかな、いけるかな。おお、アクセスバリュータイプフィールドテスト、アクセスバリュータイプフィールドテストだけが失敗してますね。他は OK なのでリファクタリングもちゃんと成功しているということが確認できました。なのでここまでは良いと。はい、ちょっと一旦保存しましょうか。よいしょ。まあ出ましたね。ステージングして、スプリット、テストターゲットメソッド&タイプス。はい、これをプッシュしておきますと。このビデオ撮りはね、ちょっとこの後予定があるので時間的に押してんですよね。まあやれるところまでやりましょう。じゃあこれでまずコンバートですね。型を指定するコンバートができたので、こいつをもうちょっといじっていきましょうか。これですね、型を、型の中に定義されてすべてのメソッド対象に出力するっていうコードがこれでできました。では、ここをいじってですね、今から要するに構造体の宣言ですね、これC の構造体の宣言を出力するというコードを、まあ、ここに入れましょう。実際に このコンバートというメソッドの中で出すべきかどうかっていうのはちょっと迷いはあるんですけど、まあ一旦ここに実装してふさわしいところがあればそちらの方にリファクタリングで移動するという手順でいきましょう。まず for each で、そうですね、バリュータイプイン、ああでもそうか、タイプそうですね、そうですねって何を言ってるかというと、これそうだ、型を指定してるんですよね。でこの型はさっきテストのために分離したクラスを指定して、でそいつの中身にあるそのメソッドを全て抽出するみたいにやったんですけど、でも出したいのは、まあ、型の一種で、まあ、構造体で、でそいつはここの配下にそのインナークラス、インナー構造体として存在するものもあれば、より上ですね、上の器といったらいいか、まあぶっちゃけで言えばモジュールなんですけど、モジュール内にあるすべての型を対象に出したいんですよ。だからこれだけでもまだダメってことですね。ちょっとあれですね、どこにそれを定義してどういうふうにするのが望ましいのかまだはっきりしないので、もう一個作りますか。これの上からさ、あ、ごめんなさい、2つ出しちゃった。これの上から指定させるもの、何かというとモジュール単位で出す。こういう感じ、こういう感じのメソッドも作りますか。これはどうするかというと、モジュールの中にあるすべての型、これですね。で、こいつはバインディングフラグとかないんですよね。モジュール内にあるすべての型を対象に抽出できるようになるので、そういうのはない。で、抽出できるのは型ですね。なので、これで今作った、コンバートを呼び出してやれば、全てについて変換することができる、モジュール単位で全て変換することができると
いうことになりますね。ちょっとだけ気になるのは、ここでモジュールを指定した場合、中で指定されているモジュールはどうするかというと、自力でメソッドから逆算してモジュールを特定してるんで、まあこれでいいっちゃいいかな。まあいいか、こうしておきますか。そうすると既存のこのコンバートも触らなくて済むんで、上からそのモジュールを渡すべきかなっていうふうに今ちょっと思ったんですけど、まあこれでいいってことにしておきましょう。はい、じゃあこれでモジュールが特定できたので、そうすると、難しいですね。そうすると何を言ってるかというと、今度はテストコードが難しいですね。わかりますかね。ここの部分ですね、今型を指定していたのを、今作ったモジュールを呼び出すものに変更すると、こういうことですかね。こういう感じですね。で、正しいんですけど、このテストタイプ、まあ、ターゲットテストターゲットクラスがの、格納されているモジュールが対象なんですけど、そうすると、このテストコードとかも全部対象になってしまいますね。同じモジュール内に入っているので。ああ、なるほど、みたいな。確かにその通りなんですよね。どうしようかな。そうですね。困りましたね。どうしましょうね。どうしましょう、どうしましょう。では、あまり難しいことを考えずに、ここをね、コメントアウトしていたのは、なんとなくそんな気もしたんですよ。なんか、これじゃダメかなっていう気はしていたので、コメントアウトで残しておいたんですけど、ここは元通り、これじゃ元通りじゃない。これじゃ元通りじゃない。ここはちょっと元通りですね、メソッドをして出力させるみたいにしておきつつ、コンバートにもう一つ別の、全然別のメソッドを用意して、構造体を出力するだけの、コンバートメソッドを用意しますか。で、その2つを呼び出してやるみたいにしましょうかね。ボイドコンバート、名前をそろそろね、オーバーロード増えてくるの嫌なので、名前を変えた方がいいかもしれないですけど、テキストライター TW、 ここはですね、ターゲットとなる型ですね、型を渡してやり、これやるとあれですね、下のオーバーロードってやっぱり重なってしまいますね、こいつと。じゃあ、ちょっと、こいつは一旦コメントアウトしといて、この、ずっとコンバートって言い続けてるこれですね。これをちょっと変えましょうか。コンバートメソッド。何しろメソッドしか変換してないんでね、これ。なので、コンバートメソッドという名前に変えましょう。こいつも変えておきます。そして、こいつもですね、変えておきます。はい。で、こっちの今書こうとしてたやつは、コンバートタイプ。まあ何にもひねりがないですけど。まあ名前変えるのはね、実害なくすぐ変えれるんで、まあとりあえずこうしておきましょうか。コンバートタイプ。でやると、その指定された型の情報を、その C 言語で定義される、その適切な C のソース構造として出力すると。まあ今すごく回りくどい。言い方、曖昧な言い方しましたけど、っていうのは今注目してるのは構造体だけど、この後クラスとか他の方ですね、もう多分これで出さなきゃいけないシチュエーションっていうのはあると思うんで、なのでそれはまあすべからくこのメソッドを呼び出すことで全部変換できる、あるいは何も出力しないっていうこともあるかもしれないです。まあそれも含めてこのメソッドを呼び出すってことにしましょう。
で、じゃあこのタイプ を今回はですね、あの構造体なので一応チェックしますね。is、value type というのがあります。これをチェックするとこれが構造体だということがわかります。なおかつですね、構造体といっても値型なんですけど2種類ありますね。あのプリミティブタイプの構造体とそれ以外のもの、があるので、ここでちょっとねそれを条件として加えておきますか。プリミティブタイプはそれ自身が値なので、あのここでいくら変換しようと思っても構造を持ってないので、あの構造体と言いつつ構造を持ってないので変換できない。なのでそれを除外しておきます。方法は簡単で、ここにないか、is primitive ですね。これが false のものが変換の対象になるという感じにしておきますか。で、今のところこれ以外のものは変換できないので、まあちょっと出しておきますかね。あ、それから何も出さなきゃいいんですね。何も出さず抜けてしまえば結局一行も出力されないので、こうしておいた方がいいかもしれないですね。じゃあこれで、やってみましょう。ちなみにあの他の方って何が考えられるかっていうと、列挙型とかそうですね、 enum もなんかあの対応する C の、 あの列挙型かなんかに変換したいですよね、きっと。まあひょっとして何かの都合でデファインとかになるのかもしれないですけど、なんか出力しないといけない。あとは何があるかな。デリゲートとかありますね。デリゲートはなんか関数ポインターか関数ポインターっぽい何かにしたいような気がしますよね。とかまあなんかいくつかの方はあのここに与えられるとそれに対応するその C の総数として出力する必要があるという流れですね。じゃあまああのいろいろ考えてもしょうがないので、時間がですね、あと15分ぐらいしかないので、ちゃっちゃとやりましょうか。バリュータイプだったら、どうするかというと、tw ライトラインで例によって出力します。ストリングフォーマットで出してたっけ？もうね、本当短期記憶がダメなんですよね。フォーマットする場合自分でフォーマットしてたっけみたいな。あ、してないですね。あのライトラインのフォーマット使ってますね。この辺ね、なんか不統一なんですよね。確かログの出力とかトレースとかはね、なんかフォーマット文字列使いにくかったんだったかダメだったかなんかあるんですよね。なんかできそうなところでできなかったりするんで。で今は本当はあの、C#7 から導入されたインラインで変換できる これですね、こういう構文使いたいんですけど、今はそれを封じているので、フォーマットでちまちまやるみたいな感じです。さてで、元に戻しすると、構造体って C 言語の場合ストラクトホゲホゲみたいな感じで出しますよね。で、なんですけど、大抵の人は、タイプデフするかな？タイプデフストラクト、なんちゃらみたいな感じで出すような気がします。そして、安全のために、このストラクト宣言の後ろ側にも、構造体名を出力する。ここで出す、名前は、タイプデフのシノニム名なんですよね。で、同じ名前をつけることによって、C のそのソースコード上をどちらの名前でも書ける。もうちょっと言うなら、構造体を参照するときにストラクトなんとかって書いてもいいし、なんとかって直接書いてもどちらでもいけるようにするために、まあよくこういうテクニックを使っています。なので、それができるように両方に名前を出力することにしておきましょう。で、名前は、タイプクラスですね。これはユーティリティーズのゲット C ランゲージタイプネームタイプなんですが、これだとピリオドで区切られた名前が出てきますね。で、ここで問題になるのはインナークラスとかインナー構造体の場合と、それから名前空間がピリオドで区切られてやってくる可能性があるので、
そいつを、マングリングシンボルネームとしてやることによって全部アンダースコアに変換されるという感じですね。これでいいかな。はい、これで、最初の行はいいような気がします。じゃあ次に、構造体のブロックを出力するために、まあ括弧、それから終わった後のところ括弧閉じるとやり、ここに構造体の名前を出しますね。で、セミコロンと。で、ここへ出す名前も、上で指定した名前と一緒にするので、ここね、一緒にすべきかどうかってちょっと微妙なところはあるんですけど、とりあえず今は、ストラクトネームみたいな感じで同じ名前を出しておきますね。こいつを、ここでも出力します。そしてここでも出力しますと、こういう感じですね。で、あとはここの中を埋めていけばいいという感じですね。いいかな、うん、こうですね。で、こいつらの中がどうなるかなんですが、ラットポゲ、間違えました、ちょっと見えない、こんな感じになり、まず C シャープにはパブリックみたいなものがあるんですが、それからパブリックイントバリュー1みたいな感じですね、あのフィールドとして、あるいはパブリックスタティックイント何がし、それからここがプライベートの場合だとか、それからインターナルの場合で、これはあの構造体なんでないんですけど、クラスであればプロテクテッドとかですね、そういうのもありえますね。とにかくまず一つ言えるのは、ここに列挙するものは まず、フィールドであるってことですね。それから、スタティックなメンバーは、前々回やった時にあの対応したんですけど、これはあの構造体の中に宣言はできなくて、まあむしろこの構造体の外にあればいいですね。こういう感じで。しかもこのパブリックとかいらなくて、スタティックもなく、こんな感じですよね。で、その代わり、シンボルがあの重複しないようにこんな感じの名前にすると。まあ、実際には名前空間も入りますけど、こういう感じにしてるので、やっぱりなんかこの構造体の中には宣言として含めなくてよいと。あとはこのパブリックとかインターナルとかプライベートとかをどう捉えるかなんですけど、今のところこのスコープ、あのスコープの指定というのは無視するっていう話、全部パブリックとして扱うっていうふうにやっているので、なのでまあちょっとスコープは見ずにですね、まあ結局のところはこういうことになる。フィールドを見つけ出して、インスタンスフィールドですね、インスタンスフィールドを見つけ出して、そいつを列挙しながら出力すればいい、型名は、C の型名にしなければいけない、そしてあとはそのフィールドの名前ですねを出力すれば、この C のコードとして変換できたということになります。なので、それをやっていきましょう。ここに置いておきます。ですね、今から見ようとしているのはタイプなので、このタイプの中で、フィールドインタイプゲットフィールズで、ここはバインディングフラグ指定できますね。で、今のところそのパブリックもプライベートも全部出したいので、全部指定します。パブリックまたはノンパブリックですね。それから、インスタンスフィールドですね。インスタンスフィールド。インスタンスありますね。で、バインディング、スタティックフィールドは含めてはいけないですね。なので、ここにスタティックありますけど、これは含めない。あとは例によって、この構造体にだけ定義されている定義を絞り出すってことで、デクレアドオンリーを指定しておきます。フラグはこんだけでいいかな。
はい、これで対象となるフィールドが抽出できるので、こいつら一個一個に対応する、行を出力していけばいいと。で、インデントですね。インデント入れますね。どういうフォーマットになるかというと、あ、これ、あれですね、ストリングフォーマット抜けてますね。こうか。こう。で、ここからですね。ストリングフォーマット。まず、インデントが1個だけ出力されます。インデントですね。それから、上を見直すと、まず型名が来ます。型名が来ます。そして、フィールド名が来ます。こうですね、フィールド名。そして、セミコロン。こんな感じですかね。なんかね、微妙に、もう最近、C も C++ も書いてないのがあって、セミコロンつけるんだっけ、つけないんだっけとか言って、ちょっと迷ったりするんですけど、確かつけるはずですね。なので、これでいいと。じゃあ、ここには、型名を指定する、型名は例によって、utkeys の get C ランゲージタイプネームを指定しなきゃいけないので、これを指定します。しかも、しかもここにある値はマングリングすべきかと言われると、あ、マングリングはしてはいけないですね。マングリングすると、ポインター型はアンダースコアリファレンスとかになってしまうので、それは型として正しくない。あとの、名前空間とかの定義、名前空間とかのシンボル名は全部アンダースコアとか大きく変わるので、このままでいいですね。いやー、ややこしいな。で、フィールドの型は、フィールドの中にフィールドタイプがあるので、これを渡せば出ます。で、シンボル名は、フィールドネームで出せますね。このね、名前、フィールド名もそうだし、型名とかも、それからメソッド名とかもそうなんですけど、今まだやってないんですけど、変な名前が来るときあるんですよ。で、変な名前っていうのは、例えばなんか、大なり小なりとかの記号とかが実は来たりするんですよね。で、それをそのまま出すと、C 言語としてはよろしくないので、こいつについてもいつかなんかしないといけないですね。そのマングリングシンボルネームとかあのあたりで対処するのか、ちょっとどうすればいいかまだわからないですけど、具体的には、インターナルとかプライベートとかの、メンバーとして定義されてて、要するに IL スパイとかで見ると見えるみたいな話なんですけど、リフレクションか。で、例えば、C シャープで、クロージャーを含むなんか式を書いたりとかですね、すると内部的にそのクラスが作られるんですよ。ソースコード上になくても。で、コンパイラーが勝手に作るんですけど、その時につく名前がなんかかなり変な名前がついたりするので、それは要するにアルファベットとか数字だけじゃない、なんか記号とかも含まれた名前がつくので、そいつを変換できるようにするっていうのはなんか今後のどっかのタイミングでやらないといけないことかなと思っていますが、まあ、とりあえず今は、この名前、ネームをそのまま、直接ボンと出してしまうという感じにしましょう。こんだけですかね。これで出たんじゃないかな。これで、タイプデフ、ストラクト、ホゲーはここで出してますね。それから、カッコが始まり、それから、型名と、それから、フィールドですね、が出る。で、最後、閉じて、名前をもう一度付け直す。こんな感じですかね。おう、いいじゃないですか。こんな感じですかね。はい。こうしておきますか。じゃあ、これで、コンバートタイプができたので、こいつを使って、テストコードを書いて走らせてみましょうか。おう、いかん、時間が。これそうですね。今ここにそれを出すと、ストリングライターを用意した後、すぐ
直後にコンバートタイプってやってそれを出力させた場合別にいいんですけど、まあ、初めに構造体の宣言が来てその次にあのヘッダーファイルのインクルードですね、インクルード文が来てそれからあのメソッドのボディが変換されたものが来るみたいに来るんでちょっと順序がねいまいちですよね。あのヘッダーのインクルード一番最初に来てほしいんですけど今そうなってないので、まあとりあえずそれはあのこの後の課題ということにしておきましょう。IL2C コンバーターの、コンバートタイプですね、テキストライターの、どうすかな、タイプはターゲットタイプではないです、あテストタイプではないですね。ちょっとこの辺あのテストコードもあの整理する必要がありますけど今ちょっと今回あのちょっとすいません時間がないんで、まあ、適当にしといて後で整理しましょう。テストターゲットクラスの、アクセスバリュータイプフィールドテストタイプという構造体を出力したいですね。なので、これを指定します。インデントは2つですといいかな。これで出るかな。はい、この辺で止めてでとりあえず走らせてみますね。エラー出た。なんだ。いっぱい出てる。ああ、なんか、あこの辺がいかんかったですね。カッコが多かったかな。こういうことかな。はい、こういうことですかね。すいませんでした。ビルド。はい、通りましたね。じゃあ、実行してみます。で、ターゲットタイプを得て、で、コンバートします。ああ、例外出たか。なんだ。インプットストリング was not in a correct format。なぜ？あ、これ、そうですね。あの、フォーマットがよろしくないですね。中括弧を出したいときは、こうしないといけないですかね。ここもですね、こうだ、こうしとかないといけないかな。これ他でやってないか。今回出力したのは、ああそうか、テストコードでは書いてますね。テストコードではこんな感じで書いてるけど、これはアットマークちゃんとつけてるから出てるんですね。ああじゃあ一応それに習っときましょうか。コンバートタイプで。ここはいい、ここはアットマークつけておく、ここもアットマークをつけておきましょうかね。こんな感じでね、はい、いいかな、これでいいですかね。よし、じゃあ、走らせます。はい、来ました。で、次に実行。ああまだダメか。なんでストリングフォーマットは、あごめんなさい、これアット書くだけじゃダメでした。そうですね、ここ、こうするしかないですね。これ外しとくか。まあこれもじゃあそういう意味ではいらない。あの要するにフォーマットしようとしてるので、あのストリングフォーマットで、あのそいつに与えるあの書式文字列として中括弧1個はダメですね、 NG なので、こう書かないといけないですね。申し訳ないです。実行と。はい、そうすると、とりあえずなんか変換できたっぽいですね。これ見えなかったかな？ちょっと見えないかな？見えないですね。まあちょっとこのまま、実行しましょうか。そしてさらに、このメソッドの定義がボンといくはずです。で、最後、こうですね、ソースコード。これがどうなっていくか。
ああ、改行がちょっと入ってない。ちょっと見た目は我慢しましょう。タイプデフストラクト、IL2C アンダースコアテストターゲットクラスアンダースコアアクセスバリュータイプフィールドテストタイプですね。で、内容は、int32t のバリュー1という名前のフィールドが定義されている。で、こいつのその構造体名をこんな感じで定義していると。これタイプデフだから上はシノニムですね。で、これが構造体名です。そして、ボディの方もちゃんと出ていますね。問題は、これがイコール、ここの中で指定されているシンボルそのものになっているかどうかなんですが、どれかな、なっているのかな、なっていないのかな。これか、まずバリュー1のフィールドへの参照、バリュー1の名前自体はいいですね。それからこのタイプリファレンスっていうのが定義されているのはここの行ですね。で、これはこの構造体のポインターということになっています。この構造体の名前は、この構造体名に一致していると。まあ正確にはこっちのシノニムの方を使ってるはずですけども、これと一致しているということで、これを、C のコードとして、持っていけばコンパイルして実行することができるはずですね。あ、もうめちゃくちゃ時間が押してるので微妙ですけど、なんと、メムセットインクルードストリングエッジって言ってますね。ああ、そうですか。それから、int32t は確かにそうですね。構造体の前に、スタンダードイントエッジがインクルードされないと使えないですね。いや、はや、惜しい。ああ、次回ですかね。まず、このインクルード文を、一番先頭に必ず出るようにする必要があります。で、それから、そのインクルード文にこのストリングエッジですね、これを追加する必要があるっていうところですね。このあたりもうちょっと柔軟に、要するに、なんていうんです、その必要となるインクルード文、何をインクルードすべきかみたいなものをなんか管理しておいて、それだけを先頭に出すみたいな、まあそういうようなことができればベストなんですけど、ちょっと来週そこまでやるかどうか、ベタ書きで移動してストリングエッジを追加するみたいな対応にするかちょっと迷っているので、それはまた次回考えることにしましょう。惜しいですね。まあ片目はいけてますね。これシノニムと構造体名はちゃんとここに対応しているので、まあなんとなくそこさえクリアすれば動きそうな気がします。ということで、すいません、時間切れです。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。